祭文とは、中国における漢文の文体の一種。祭り時において心霊に対象される文章で、死者を想像するもののほか、雨乞いや除災、給付を目的とする文がある。道教における祭文は特に、青氏と呼ばれる。祭文は、古くは、漢王朝の時代に遡る。雨乞い、イ、福、城祭を目的とするものもあったが、 最も重要なのは死者を哀悼するサイモンで、多くの場合、生前に個人と信仰を結んだ人によって称された。サイモンは、ただしの字を持て始めることが習慣になっているが、この、ただしは、ただの助詞である。三分体、陰分体、追ク体いずれも損し、陰分体には四個と、六個と、増減、騒ぎ体、霊体などがある。ただし、身代の詩人縁米の、 祭り妹文は変文となっている。なお、信代のようが編纂した古文字類産では、祭文は愛祭類に分類されている。眼神経、最鉄文庫国立呼吸博物院像、南北朝時代の領の流教が表した五世紀末の文学理論書、文神潮流にも祭文のことが説明されている。祭文は多数の人々によって書かれることもあり、 秋代の表が亡くなった時には、門人や友人が数多く祭文を作った。また、安氏の乱の時、当の元宣明は、使命によって殺された弟の元記名の意外を、定山に持参し、相続であり所家としても著名なカバヌ州志士神経とともに、父元高志教、弟、記名の鎮魂を行った。この時の祭文の走行が、 神経によって書かれた書道作品の中でも特に名高い採徹文庫である。採文は文身潮流で解くように個人が生きていた時の行いや言葉を称え愛称の意を込めて作られるのが普通で文中、ああいなりの句が繰り返されることも多い。古文の復興運動でも知られる唐の関与の採文は中国文学史上特によく知られている。 上述の古文寺類産でも、愛寺、祭門においては、関悠と北総の王安石のみがこれを代表すると、している。関悠は25編余りの祭門を書いたが、とりわけバリ書という友人に宛てた、祭りかなバリりン外文は、古来名文として名高い。関悠はまた、長州市市に赴任した際、ワニの被害から、住民や家畜を救うため祭門を書いて、ワニを祀っている。 北宋の文学者、王陽治や南宋の儒学者主記もサ文を書いており、後者は朱子学体系中の朱子文集に収載されている。南北朝時代の陳薬も、また友人の死に際し、サ文を読んでいる。南朝宋の文学者、斜氏月らは、君主の法上王、劉義康が治める東府城の堀の中から古い墓が発見され、その階層のためにサ文を作ったが、 その文章は大変美しいことで知られる。名文化として知られた南朝張りの竜皇爵の妹、竜霊雫もまた文才にたけ、彼女は少女牧屋の地位にあったジョツトムの子息、ジョに嫁いだが、夫が亡くなるとその祭文を書き、その見事な出来栄えに、ジョツトムは我が子の愛文を作るのをやめたというエピソードが残る。また、1917年以降、古敵は、 交互体に基づく白和文運動を提唱したことで知られるが、彼の書いた先母行術は一編の文語文であった。自分の死に際して書かれる祭文が自祭文である。これは南北朝時代の詩人、当選の自祭文が有名で、年は重み定防率は無者に当たるで始まり、人生実に難しいはこれをいかにせんああ悲しいかなで終わる。この自祭文は長いが、 前半の一節、東芝賞に、激漁の館を自死な芸に本宅に帰らんとす、当選、自在門が特に有名である。日本にあっては、平安時代において石典がなされるとき、被災である、大学頭が孔子及び孔子重鉄の画像に、平白と主食を備えて祭文を読み、自ら祭壇の酒を飲み干すな表しがあった。また、菅原道真に関わる伝説に、道真が、 さぬ帰国に赴任していた、任那四年、日中の国境を越えた西門もある。南方記伝王英十八年帖や新い白石、読世論などによれば、民の英楽三角は、室町幕府第三大将軍であった、足利義満が死去した時、この聖衣大将軍足利義満に書を使わし、古義満に対し、狂犬王の死後とともに西門を送っている。また、 1925年3月に死去した孫文の告別式では国賓の礼をもって都市した犬飼い武氏が南京の中国国民党中央東部において孫文の死を悼む彩文を朗読している。中国の皇帝とその周辺国家の作法関係においても彩文は重要な意味を持った。朝鮮、越南、琉球などの不要国の国王が新たに即位する際、 それを認める直所を携えた、作法師が不要国に派遣され、その国の国王に中国皇帝から授けられるという形で招徴と、サ門が作法師から与えられたのである。サ門碑妃としては、中国の伝説上の君主、皇帝を祀る皇帝領の東側には、57人の歴代の中国皇帝がサ門を刻んだ石碑があり、よく知られている。朝鮮半島にも、 大韓民国景気、同胞川氏に、林平大君、松室財門碑、同慶勝南道鎮守市に、鎮守へ大穂ら、戦争資財門碑があり、それぞれ景気道有形文化財、景勝南道有形文化財に指定されている。初期の台湾では、中学の国、祭り行門、祭り十字楼文、滝岡船票、戦辟寺略、祭り妹文、先母、 数十人礼表、林悟民ともつま決別書、懐年戦士、再現売先生などである。そのため、中華民国教育部に属する国立変役官は国立上がり下官と揶揄されるほどであった。ありがとうございます。